さあ、トイック対策スクール SLC をお送りする英文法本日の問題はこちら10秒間でお願いいたします <noise> さあ、できましたかまあ、A は違いますよねで、なぜそれを感じるのかと言われたら空手の左側 直前に否定語があるのがまずいですね。というとですね、えー、先生、そうなんですかという方いらっしゃるかと思いますが、下をご覧ください。ホープと言われたら肯定的な表現ですよね。まあ、意味を考えていただいても確かにそうかなって感じがするかと思います。ですから、否定語との相性があまりよろしくないので、直前に否定語を置かない。ですから、こういう例文は×。じゃあ、どこに置くのが適切なのか。 そうです、なるべくホープから離してほしいんですねつまり右側の方 IHOPE とは違う SV のところに否定を置いていただけるとよろしいかと思いますですから選択肢の A は×じゃあ残った選択肢の BCD もちろんそのヒントは空襲の右側見ての通りトゥー不停止が続いてますよねで選択肢の BCD で後ろトゥー不停止取れるものと言われたなそうです正解は D じゃあダメな選択肢の B と C。スペースの関係上右側に書き出しておりますが、まあマインドとかギブアップの後ろは ING でしたね。フィニッシュの後ろは ING とかエンジョイの後ろは ING。あれと同じ仲間でございます。ですから選択肢の D、ウォンとを選べた方も選択肢の A の Hope。特にこの下の用法ですね。ここまで意識できている方はあまりいらっしゃらないんじゃなかろうか。そういう思いで本日の問題を選びました。 ぜひ参考なさっていただけるとよろしいかと思います。あとは意味内容を確認いたしますので、文頭をご覧ください。私はできないし、望んでもおりません。で、何をと言われたら1行目の右側。世界観を捨てることですね。で、世界観の具体的な内容が2行目。私が幼少時代に身につけた。そういう世界観を捨てることはできないし、捨てたくもない。そんな感じでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。 さあ復習しやすいような画面に書き換えましたスクリーンショットする方はどうぞであとは画面の右側ですね皆さんの指の上で隠していただいてで丸1番から丸4番そこに入るここをスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いですとことでチャンネル登録もよろしくお願い,いします